これ私母親が作ってくれた弁当の中で一番好きなのが牛肉のしぐれ煮、玉ねぎも入ってるのですけど、これを作るんですけどね。弁当は小学校の時に、じゃあ私の親の弁当が美味しそうで、遠足についてきたカメラマンさんが美味しそうだねっつって写真撮ってくれて、それが卒業アルバムのページの最後の中、思い出のシーンの中にうちの私の弁当が載ってる。でも今みたいに写真に収めないから、うちの自分の母親の弁当が記録として唯一残ってるんですよね。でもそれぐらい美味しそうな弁当だったんですよ。今日肉を作りすぎるけど 400g なんで、タイムサービスでゲットしたんです。これ多分いつもより絶対多いと思う。これもめっちゃ安かったんですね今回。卵85円だった。安くないですか。ゆで卵でも入れます。生姜めっちゃ入ってるすぎかもしれない。肉、これそもそもこれ肉入らないですよね、こんなに全部。減らそうかな。400あるけど300にしようかな。これ入れますね。400にしますね。次回入れちゃっていいかな。めんどくさい。弁当のおかずの材料で夜ご飯のおかずも作ろうみたいな量。基本1:1:1でいけば美味しくできる。ちょっと量が多いので大さじ3ずつ入れます。みりん、3。いや肉はいいですね。シャキヤク。私高校の時に弁当で母親と喧嘩した時に弁当箱の中に入ってたものがあって、ご飯の真ん中のところに一口ゼリー、ポーションのゼリーがキュンって入ってたんですよね。チーズ入りのやつをこれでいつもやってる。うまい。でももっと濃くてもいいかな。ちょっともうちょっと足していいですか。弁当は濃いめがいい。だから 400g の肉入ってるから、あれ私今何入れたっけ、 100g の肉に対して大さじ1:1:1入れるから、だから今400入ってるから4杯ずつ入れた。でも牛肉は安い時じゃないと買いづらいなと思って、けど安かったのはラッキーだったと思って。寿司酢でつけときます。こんなんすね。これで入れて、でっていうか私キャラ弁って子供に作ったことないんですよね。ほぼほぼ長女が2歳ぐらいの時に最初で最後のドキンちゃんを作りました。ドキンちゃんをなんかやったのは1回だけあるんですよ。2歳の長女に最初で最後だよって言って作ってあげたんです。これ別にすぐに食べない分を剥かないで置いとくと結局また張り付いちゃうんですよね。あと茹でたら皮剥いている方が
ここの隙間にこう水が入ってそれが傷むから剥いといっちゃった方がいいらしいですよ。なんかゆで卵の方が長持ちするイメージあるけど、さほどそうでもねえってやつです。あ、破っちゃった。海苔とカツオに3段は食べ過ぎなので2段にします。まあ、あえてここに彩りの赤を持ってきたんですけど、いいっすねっていう口癖直さなきゃいけないと思ってるんですけど、じゃあ私かっこいい弁当作ろうとしてないですからね。わかんないですけど、うちの母親が奇数はダメって奇数はダメって言うんですよ。奇数はダメなんですって。なんか3つにしようと思ったら4つにしなさい。この玉ねぎのこの感じが好きなんですよね。この生姜でギャーッギャーッと絡んでるやつ。じゃあ入れます。じゃあ入れます。ちょっか、女子の弁当じゃないですねこれ。でいいので、ちょっとまあワンパックに対して大さじ1ぐらいは入っていいと思う。これ大人になっても母親が弁当作ってくれる時があって、なんか私が出産するのに病院入って入院中に作ってくれた弁当はノリハリ作ってくれるんですよね。あるんですよ。そしてこのこれをちょんちょんって乗せるんじゃなくてちょんちょんってするんですよ。ちょっとこぼれたぐらいが乗る感じです。同じことします。